みなさんこんにちは、シェンゴマンです。ニュースタジオができまして、これから更新頻度が上がると思いますので、皆さんご視聴よろしくお願いします。今回のお題なんですけど、超簡単、誰でもできる、少しだけ変えるだけでパドリングがめちゃめちゃ速くなる方法を皆様に教えていきたいと思います。多分今までで一番簡単だと思います。ぜひ最後までご視聴ください。では早速やっていきましょう。超簡単パドリングの速くなる方法一つ、パドリングといえば、手の書きとか、手の指とか角度とか手の軌道とかっていうのをよく説明僕させてもらってるんですけど、今日はそこじゃないです。パドリングって言ったら上半身と思うんですけど、そこじゃないです。どこかというと、パドリングの時の足です。足ってなる人が多分多いと思うんですけど、パドリングの足でパドリングがのスピードが変わってきます。ボードに乗った時に足出ますよね。はい、板から足出ますよね。その足の指、足の指の形なんですけど、ちょっと難しいですね。足ちょっと上げますね。足の指が、ボードから出てる足の指がこうなってる人、伸びている人がいます。レッスンしてる時に水中映像を撮るんですけど、パドルが速い人は足伸びてるんですよ。でパドルがちょっとタイムが遅い人は上に上がってるパターンが、をパターンを発見したんですよ。この足の角度だけですよ。でも足の角度だけって言うんですけど、あとで、まあ、水中動画で説明するんですけど、この足の指が上向いてる、パドリングの時だと下向いてる、角度がついてる人は水の抵抗があって、伸びてる人、足の指がピンと伸びてる人は水の抵抗が少なくなるんです。その足だけでも変わるのって疑問に思うかと思うんですけど、水の抵抗ってすごくて、これフィンありますよね。フィンでちっちゃいのとか小さいフィンとか大きいフィンで、重さが変わる、ライディング中とかパドリングで重さが変わるって言われてるんですけど、まあ、例えばこれが L の一番大きい、フィンのサイズのサイズなんですけど、これが小さいで重ねてみるとこれぐらい差が、後ろの黒が出てる分だけ大きいんです。大きいんですけど、この差だけでもパドリングとかライディングで軽くなったり、板が軽くなったり抵抗が少なくなるんで、こっちの小さい方つけるととかっていう風に言われてるんですけど、この薄さですよ。この薄さで、まあ、板は縦に走るんで、こう走ってこの大きさだけでも、これが長いか短いかだけでも、抵抗が生まれて、まあ、抵抗が小さかったら少なくなってスピードが変わると言われてるんですけど、そしたら足のこの指って、足のこのひら結構面積ありますよね。ここに全部水が当たっちゃうと相当抵抗あるってことです。フィンはこの細さで抵抗あるってことは、ここだともっともっと抵抗が生まれて、ブレーキがかかった状態でパドルをすることになってしまいます。なのでフィンで、スピードの違い、まあ、ライディングの違いを感じられる人は、この足は相当感じると思うので、今度サーフィンやるときに、まあ沖に出るときでいいです。自分の足ちょっと気にしてみてください。組んでてもこういう風に下に指先が向いてる方もいますし、いろんなパターンがあると思います。で、ちょっと
言葉だけでは分かりにくいので動画があります。足の向きの動画がありますのでそちらをご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。思いっきり下向いてる、指が下向いてる方もいますし、ピーンとまっすぐ綺麗になってる方もいます。で、結果としてレッスンの時に伸びてる人が速い人が多いです。特にプロサーファーの方はまっすぐなってる人が多いです。中にはやっぱり下向いてても速い人もいるんですけど、基本、平均取れば下向いてる人は、指先が下向いてる方は抵抗があってスピードが出にくい方が多いので、特にテイクオフの時、波に押される時にそういう抵抗があったらブレーキになっちゃいますので、押される波にも押されなくなっちゃう可能性がありますので、ちょっともうこの指の角度だけなので、ぜひ一度次回の海で試してみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。